デニス・クーパーは、アメリカ合衆国の小説家、詩人、カリフォルニア州パサデナ生まれ、ゲイとして知られ、ゲイポルノやバイオレンスを題材にした作品が多い。また近年では、ブログやジゼル・ビエンヌとの舞台作品、GIF 小説、映画作品を発表するなど、その活動は多領域にわたる。このうち、クローザー、フリスク、トライ、ガイド、ピリオドの5作品は、 ジョージ・マイルズ、サイクルとして、自身の少年時代からの恋人で、発局後連絡がつかなくなっていたジョージに捧げられている。しかし、ガイド発売直前に、10年前の1987年、すでにジョージが自殺していたことを知り、彼がどこかで小説を読んでいることを信じていたデニスは、大きな衝撃を受ける。その後、ジョージにつながる情報を必死で、 探した結果、デニスは、ジョージの母親を見つける。彼女と会うことで大きな安らぎを感じ、ようやく5番目となる最後の小説、ピリオドを書くことになる。ライク・キャトル・トゥアーズ・グラウ・パーマナント・グリーン・ライト、2018、ザック・ファーリーとの共同監督。ありがとうございます。